おっす、ほら YouTuber マフィアガチラです。ポケモン氏のリチです。よろしくお願いします。はい、よろしく。はい、ということで本日はですね、うん、解散審査ご紹介したいなと思いまして。本来そういう番組ですから。そうだね。最近は新作の方が少ないような気がしている。そうなんですよ。はい、ということでですね、うん、本日配信されたばかりのですね、うん、ミンゴル、ミンゴル、みんなのゴルフじゃなくミンゴルです。正式タイトルがミンゴ ル, ンゴル。そうなんです。エブリバディーズゴルフって感じです。そうなんです。こちらですね、紹介したいと思います。じゃあカジさんに実際に買ってもらって、はい、あ、ミンゴルといえばゴルフゲームの代名詞ですな。いや、ほんとそうなんですよ。ただこれもう本当によくできてる、うん、本当によくできております。ナイスナイスを行ってますけど、はい、で、これ、はい、どうやればいいの。これはですね、まあ、基本は、うん、一人プレイがベースのゲームだったので、うんうんうん、ノースエントランス行ってもらって一人でゴルフ、あ、青いと思います。これか、一人でゴルフ。はい、で最初は一番最初がいいかな、ビギナーの、一番左のビギナーの東京グランドゴルフガーデン、ガーデン、そうです、飛行機で撮っていくと。ゴルファー金持ちだな、飛行機移動。まあこの辺だったらどこでも大丈夫ですけど、まあ1の1ぐらいからいきますか。1の1、はい、まあこんな感じですね、うん、あ、ホールがバーってあるんですけど、うん、それを1ステージが、うん、なんていうか、1ホールが1ステージになってます、うんうん、だクエストみたいな感じですね、うん、なんでもうほんと短時間で遊べるって感じですね。で操作方法も多分これ説明しちゃったら直感できるレベルだと思うんです。いや、この、うん、フリックをするっていうマークが出てるんだけど、どんくらいのパワーでやればいいのか判断に困るんだが、一回離さずに軽くやってみてください。触ってみて、あ、パワーを貯めるわけね。そうです。で下まで行くとマックスで、中心にある時に離すとナイスショットになる。マックスパワーで打つときだな。ちょっと外れました。まあでもギリ、あ、34%、結構外れてました。ああ、これは良くない、これは良くない。なんでレンガ。いきなりこれ OP なのかな、このレンガ。いや、カートウェイだね。まあ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 、まだ持ち直せた。これ181ヤード、ね、そう、で、さらに、ね、それ1回1番目まで戻してもらってますとやり直せるんですけど、うん、画面をダブルタップすると上の方ですかね、そうすると先が見えると。なるほど。でこれで右左のフリックとかで、フリックとかの スワイプで位置が動かせると、うん、どこに向かって打つかってことですね。そうです、そうです、そうです。でダブルタップするとまた戻る。これマックスパワーでここまで飛ぶよってこと。そうです。うん、じゃあまだいけるな、まだまだ打ってるな。今度こそナイスショット。あー、でもまあ悪くないですね。ちょっと地面があれだったんで飛距離あんま伸びてないですけど。簡単だね。そう、そうなんですよ、めっちゃ簡単。これクラブ勝手に持ち替えてる。持ち替えてます、その最適なサイズ。いいね。で、まあ、従来 の, ミンゴルと一緒なんですけど、例えば今一番下にボールのマークあるじゃないですか、うん、あそこ今傾斜になってるじゃないですか、うん、右にこう傾いてる、うん、つまり右に傾いてる時は球の動きはこうなるんです。はいはいはい、はい、なんでそういうのも考えながらちょっと打つ方向を、ね、そうです、そうです、これで調節するわけ、ね、そうです、そうです。うん、あ、なかなか難しいな。若干ずれてますね。あ、やばい、行き過ぎた、行き過ぎたか。まあまあまあ、いける、いける、いい感じ、いい感じ、グリーン乗った、はい、ここからはもうパターだよね。パターの操作はパターも乗ったらまずい、これ一緒なんですけど、なんかちょっと白いつぶつぶみたいなのが動いてるじゃないですか、うんうん、あれが傾斜なんですね。はい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 、じゃあもう傾斜はね、傾きが今回だ。ただね、ピンチインピンチアウトでさらに奥行きの方まで見れるんですけど、あ、そうそうそう、今そのカップまでの間の傾斜ほとんどないんですよね、うん、あんまり動いてないから変えなくていい気もしますね。真正面に飛ばすか、これかな、うん、で引っ張った時にパワーのゲージのところに旗のマークがあるんですけど、うん、あそこがちょうどその距離です。あ、いいね、よし、おお、うまい、これは完璧じゃね。あー、じゃあギリパー、素晴らしい。あ、そんな感じですね。で、これが1ホールで、まあ、ワンゲームやるんですね。お、楽しいね。めっちゃ簡単ですよね。めっちゃ簡単にゴルフの味わいがあるね。そう。で、さらにですね、うん、この1人用モード以外にも、うん、もうちょっとこれもう一回やってもらいたいんですけど、うん、左下で一回戻ってもらって、ただ、さらに戻ってもらって、右側はですね、みんなでゴルフ。そう、これがですね、まあ、チケットを消費することによってホール回れるんですけど、うん、東京ゴルフガーデンの3ホール1消費ってところ、うん、そうですね、これ、はい、これやるとこんな感じでメンバーがどんどん集まってきます。へ、
8人揃ったら、そうなんです。で8人揃ったら出発。おお。で8人でやるんですけど、今までのミンゴルって1人打ってる間ずっと見なきゃいけなかったんですよ、うん、その打ってる間、うんうん、はい、じゃあ1番の人打ってそれ見て、2番の人打ってそれ見てって感じだったんですけど、まあ、それは効力だから、そうですただやっぱこれスマホゲームなんで、うん、手軽に遊べるようになっていて、なんとその人が打ってるのがピンプン球が勝手に飛んでいきます。超次元ゴルフ。そうなんですよ。まあキャラとか表示されないんですけど、ほらあんな感じで U っていう方のやつがピューって飛んでたりとかって感じで、同時進行できるっていうのがこのミンゴルのマルチモードの魅力ですね。これリセットってできる、動かした位置、あ、元の場所は戻れないですね。元の場所はね、はい、まあ、この辺りだと、それは多分ラフですよ、右側のとこ。マジか、はい、なんでもっと左の方がいいと思います。で全体図見ると、一回ダブルタップで戻ってもらって、うん、左下に全体図のマークがあるんですけど、そうす見ると実は左の方からショートカットできるんですよ。あなんで左の方を狙った方がいいかもしれないですね。左？めっちゃ左です。めっちゃ左ってお前、あ、ここは動かせないんですよ。一回戻ってもらって、あ、左下のあのマークに戻ってもらって、めっちゃ左、そうっす、この辺り、そうっす、そしたら抜けれるはずです。そんなマックスパワーで打てるかな。あそこがもう、あの転がってった先があそこなんで。よし、お、うまい、素晴らしい、ナイスショット。あ、いいんじゃないですか。で、この傾斜を考えつつあそこですよ。ここから直で狙いに行く。そうですね。で左に傾斜向いてるんで、右側の方に打った方がいいですね。こうかな、こうかな、もうちょいいいんじゃないですか。まだかな。ああ、よいしょ、今回だな。どう、ちょ、ミスったらやばいよ。シューメン、あ、いいんじゃない。木も超えた。あ、いいんじゃないこれ。どうだ。あー、どうでもいい、来た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 、どうでもいい、ウルダーショット。しっかりレベル高いね、ここ。傾斜ほぼないですね。これはもう直で行くしかないな。うん、もうね、俺明日天気になで呼んでるからな。これ、ゴルフが任せとき。僕らの世代ってライジングインパクトじゃないんですか。いや、してんだろう。バーディー、素晴らしい。で、この後に1ホールず、まあ3ホールあるんで、1ホールずつ順位が出るんですよ、うん。でカイさん、ちょっと僕の名前になっちゃってもいいですけど、今現状暫定1位です。ヒュー、初プレイでこれ。で次のホールへ。ほら来てるね。いいよ。さあ行くぜ。俺には千葉哲也先生が乗り移ってゴルフ好きで有名な千葉哲也先生が俺に今乗り移ってる。あ、ロードが止まってる。ロードが止まってる。来た来た。よし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 。ここはどんな感じだ。ショートカットできるのか。いや、全体を見た方がいいんじゃないですか、うん、あ、できなそうですね。シンプルに攻めた方がいい。シンプルに攻めるか。まあ、この辺りかな。うん。じゃあ、シューメン。あ、いいね。だんだん上手くなってる。どうだ。あ、みんな飛距離出てるな、あれ多分。みんなもう、おその装備をガチャで出すんですね。うん、ウェアとかクラブとか、とかアソスボールとか。マジかよ。ここの飛距離に差が出てる時点で彼らは入手してますね。経済格差じゃん。で今はまず傾斜がある、うん、手元のボールに傾斜があるのと、うん、風も若干あるけど、まあ、風が気にしなくていいから、まあ、そんなもんですかね。うん、じゃあ、あ、これカップにする可能性もあるぞ。ワンチありますね。面ずれちゃったけどね。ナイスショット。ああ、ちょっと左行き過ぎたかな。でもまあ、ドライブかれ、ドライブ、まあ、悪くないですね。ここから入れちまえばいいな。でもこれちょっと若干傾斜あるんじゃないですか。ああ、でもそんなないか。ピンチンピンチアウトで奥のまで見れるんで、あー、まあ特にないですね。力強く打てばまっすぐ行くはず。うんうん、ちょっとびっくりした。それでいくのかな。じゃあシュー、あ、いいね。どうだ。ちょっとずれてる。うん、あー、気持ちが足りなかった。このくらい OK くれよ。さっきのサークルからずれると威力が下がるっぽいんで。はい、まあ、出てないですね。そう、マジ。これはこれ微妙な調整だ。はい、コント。あ、OK。パーカー。これ抜かれたんじゃないですか。パーカー。絶対バーディー取ってるやついますよ。チキショーね。さあ、どうなの。あー、落ちてますね、落ちてますね。4位か。
一人すげえずば抜けてやれるやついる。いいクラブ使ってんだろう。金にも言わせてんだろう。クラブ使ってんだよ。よし、次は最初ホールか。せやんだ。ここで逆転すれば問題ない。いや、相手がバーディーだ。結構最初のステージって、うん、そのイーグルとか取るの、うん、ような作りになってないはずなんで、うん、バーディー取ってお互いバーディーだったら結構きついですね。ホールインアンカー、アルバトロスが取れば大丈夫だろう。じゃあ、出せるこれ。だいたいあの、クラブとかが弱いから、うん、そういうのを出せるほど飛距離が出せないっていうね。マジかよ。経済力のゲームじゃないだろう。え、パーいくつですか、ここ。わかんない。パー4って書いてある。あ、じゃあパー4っすね。2打じゃさすがに入れないと思う。ここしかも、下手すると、そうなんです。東京タワーが引っかかる位置にあるので、こういう時は、ちょっと飛距離を伸ばすために、さっきの前に戻ってもらって、うん、右の1って書いてあるとこ、うん、あれパワーショットなんで、ちょっと伸びます。お、パワーショット打てるの最初から言ってもらう。でも俺、1回しか使えないんで。マジか。でもこれもパワーショット打って、この辺りに落として。そうですね。落ちる位置によっては、傾斜が赤い方が高いんで、うん、変なバウンドして、バンカーも流れる可能性ありますね。いける。いける。頼むぜ。じゃあ、終ね。うまい。カーン。いけー。どこ。いい感じでこれだけ痩せたぞ。ああ、超えた超えた超えた。東京タワーを超えちゃえばね、なんとかなりそう。まあ、傾斜は左に向いてるんで、右側から打った方がいいです。右側に打った方がいいですね。なるほど。グリーン、ちょっと奥行きすぎちゃってるんじゃないかな。右側に打って、まあ、そこはもう、パワーのところで調整するしかないですね。そこにもあれが出るんで、旗の位置が。ああ、調整するしかないな。うん、うまい。コーン。上手だな。あ、結構いいよ。結構いいよ。止まれ止まれ止まれ。よし入った。スーパーショットですね。あのサークルのサイズによってスーパーショット、ウルトラショット、グレードショットに変わるんで、それでポイントも変わるんですよ。よし、これで入れりゃ勝ちだ。じゃあ、シューね。コーン。どうだ。かこうや。素晴らしい。多分ね、上いると思うんだよね。バーディー同士だったら負けちゃいますからね。やられたなぁ、くそぉ。ああ。第2コースだな。第2コースでもうちょいなんとかしてりゃ。あそこバーディーだったらワンチャンありましたね。いや、装備品の問題じゃない。行っちゃおう、ガチャ。ガチャ取りに行こう。俺んちがもっと課金してりゃ勝てたと思う。まだね、始めたばっかりだったね。って感じでスコアが出ます。なるほどね。悪くない動きだったと思うけどね。これ僕まだガチャ引いてないんで、どういうあれかもわかんないですけど、ウエストスクエアですね、左の。ウエストスクエア、プライズセンター。プライズセンターです。で、一番上かな。感情品。そうです。スクールスタイル。私メンズなんで、このメンズの方で。メンズガチャを。まあ、何が当たりかもわからないんだけど、これな、あ、出現割合、右上の。あそこら辺書いてあるかもしれないですね。お金持ってんじゃん。最初3万ぐらいもらえるんですよ。プラチナランク、猫、天使、デビル、ロボット、カエル、クマ、学生、すごいな、ラインナップが。あれクラブ入ってなくね。あ、クラブは別なんですよ。マジ？え、大事なのってクラブじゃないの？いや、いろいろあります。クラブもそうですし、ウェアでも性能は変わるんで。マジで？両方とも性能依存してるんですよ。じゃあ、とりあえず回すと。いけ。なんかちょっといびつなウェアがいいっぽいですね。猫とか、天使とか。あ、これ、あれ離せ。カーン。え、これ確か金って当たるやつか。あ、虹来てるよ、これ多分。え、ホロホロってあるこれ。はいはい、シルバーランクね。これプラチナでしたっけ、一枚のシルバーランクね。あ、来た、なんかいいよ、このエース来たぞ。おー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 、さすが学坊プラチナ。これ明らかに当たりだ。おお、まだある、まだあるよ。なかなか来たぞ、これ。あ、ゴールド。まあでもいいですね。これもゴールドっぽいですね、なんか。ゴールド、ローカル。あ、いいな。これ一式揃ったんじゃないですか、上から下まで。
パンツもジャケットも。ユラはカラーシャツ。めっちゃ出るよ。おお、チェックゴルフ。え、これ一式出るの？そういうわけじゃないの別に。いい感じに出たんじゃない？いい感じに揃ったんやな、この全身。いや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 、いいんじゃねえのこれ。最初の引きとしてはもう初めてとりあえず引いてる。え、これなんだろう、これさ、あれですか、10連で得ってあります？え、なんか書いてありました？書いてないけど。じゃあもう、あの、あっちも何でしたっけ、うん、あのクラブと玉の方も引いちゃいました、単発で。多分さっきのところでくるくる回せます。さっきのところで、はい、あのクライズのところで、ミンゴルシティで、そうっす、これ。あ、でもすげえ6万とか要求されるんだけど。マジっすか、うん、こっちの方が高い。10回でこっちの方が高いよ。あ、そうなんだ。じゃあまあある分だけ単発で回しちゃいますか。いいの、単発で。いくよ。え、こっちの方が高いんだ。こっちの方が重要なんじゃない。そういうこと。でも6万なかったしますよ。あ、なんか燃えてる。あー、ゴール。まあ金でもいいっすね。ゴールドエミフツ。え、たま、インパクトインテショナルボールインテンショナルボール、よく飛ぶボールじゃない？かな。あー、シルバーっぽいな、この辺す。せっかくなら、クラブ欲しいですね。シルバーでもいいから、クラブ欲しい。あー、シルバー。ベストバッティ。なんだろう。これがラストかな？ラストかな？あー、シルバーか。でもこれ、割れる演出で変わるんじゃないかな？ウィートーン。あれ？あれ？カーン。シルバー。単発はやっぱ邪教だよ。あー、ダメか。めっちゃスピンっすよ。なるほどね。いや、でもまあ、まあ、学生キャップ出たんだね。よかったと思います。出たんだから、はい、面白いね。よかったっすね。ゴルフやったの久しぶりだけど。あ、ゴルフゲームが楽しいね。うん、やっぱ俺ゴルフ経験者だよ。え、そうなんすか。コース回ったことあるよ。へえ、うん、そうなんだ。うまそうな感じだ。いやいやいや、これは慣れてくるとね、うん、病みつきになっちゃうね。絶対なりますね。特に待ち時間がないのは最初は長次元ゴルフだと思ったけど悪くない悪くないですよね。待ち時間ないっていうのはスマホやっぱ大事だね。うん、やっぱ大事ですね。はい、というわけでミンゴル配信されましたので、ね、興味のある方はぜひ遊んでみてください。それではまた次回、バイバイ。